止水プラグの直径は、440あります。バイパスタイプの止水プラグになります。大きさとしては、直径が44センチ、長さが1メーター65あります。こちらをカラーウィンチをかけて、このマンホールの中に入れる。 OK。 はい。普通どれぐらいですか？調整枠、これが600、調整枠が600。こっちからここまでのステップから、450です。ステップからです。ステップから、反対側。これ400多分10センチもないと思いますよ。立てました。それで足が長いっていう強さですね。とかもうユニックとかで。